いきますね。はい。はい、アブジャスクール朝活、よろしくお願いします。担当の中田です。はい、本日もよろしくお願いします。今日は、まあ、自宅で、まあ、免疫力を高めるようなトレーニングという形で、ちょっとやらせていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい。まあ、免疫力をじゃあどう高めるのかっていうところになると思うんですけど、まあ、体にしっかりエネルギーが回るように、呼吸しても、体の中の組織とか細胞とかにエネルギーが回らないといけないわけですよね。じゃあ、こう、体にエネルギーを回してるのって何だと思いますか？なんか一つ挙げるとしたら。はい。体に、こう、細胞とか組織とかに、エネルギーを回してるものって何だと思いますか？血液。ああ、そうですね。そうです。そうなんですよ。血液なんですよ。で、動かなくなると、血液って、要は別にエネルギー使ってないんで、細胞とかに行かなくていいじゃないですか。そうすると、まあ、道路とかもそうなんですけど、通らなくなると、どん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 錆びれてくるんですよね。でそうすると、血管ってこう、管になってるので、管が弾力性がなくなって脆くなっちゃったりとか、流れが滞ってしまったりとかしてしまってむくんだりとか、でそれがこう続いてくると筋肉が硬くなっちゃったりとか、いろんな要因で体が硬くなって、ああもう動くのめんどくさいやみたいな形になってしまうので、まあ、今回はそういうところを解消するようなトレーニングをちょっとご一緒にやっていけたらと思いますので、よろしくお願いします。最初にちょっとウォーミングアップとしてストレッチをやっていきますので、音声をミュートにしていただいてやっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい。ではですね、スタジオを前に出していただいて、で前習いをします。で左の足はペタッと足をついてリラックスしていただいて、足で体を踏ん張るんではなくて、バランスを取りながら前習いをして、上に上げていきます。ぐーっと上げて。で、戻します。あ、いいですね。これを5回いきましょう。2。で、必ず吐きながらいきます。そうです。3。ぐーっと吐きながら、そうです。で、今ですね、この状態で、手がですね、耳のところに来る、耳まで来る前に首をこうやって上げてしまっているので、この状態だと首が痛くなってしまうんですよね。なので、手がある程度耳のラインまで行ければ、ここまで行っていただいてから体を倒していく。そうすると、背骨の上の方がぐーっと伸びてきますので、もう一度やってみましょう。はい。はい。この状態で、そうです。上に上げて、そう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 。で、そのまま反っていく。ああ、いいですね。はい、戻します。3。で、上げて、4。ああ、いいですね。はい、出していきましょう。はい、OK です。では次はこの状態から手を横に広げていって後ろを見ます。そうです。で、戻して。そうです。で、2。後ろを向いていく感じですね。そうです。3。あ、そうですね。右です。はい。はい。右手を、そうです。後ろに、視線も後ろにしていきましょう。そう、し。はい、戻す。ラストいきます。はい、OK です。今度は左足に変えましょう。同じように、ペタッと足ついて、前習いをして、左側に開いていきます。この時、同じように目線も指先を折っていきましょう。はい、戻す。1。胸を開いて肩甲骨を寄せる。背骨の
ストレッチですね。2、息を吐きながら、3、肩に力は入らないように、指先に力入ると肩に力入ってしまうので、その楽に、そうですし、はい、出していきます。はい、OK。 では次はですね、もう一度右足に切り替えましょう。両手をですね、後ろに引いていただいて、裏を伸ばします。そうです。で、左手をついて、右手をこのように開いていきます。そうです。で、今ですね、なんかこう肩がこういう風になっちゃうんですよ。肩が前に出てしまっているので、この手の位置を軸に、この体を軸にして、上に胸を開くように回していきましょう。そうです。そう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 。で、手は後ろに持っていくというよりも上に伸ばすようなイメージでいきましょう。 OK、 戻します。で、もう一回お尻引いて、裏を伸ばして、左手ついて、そうです。で、楽。あー、いいですね。で、後ろ、前、ついて、出します。あー、いいですね。なっていきましょう。後ろ、前、で、開きます。 OK。 今度反対いきましょう。はい、で、後ろに引いて、まず下半身伸ばす。今度は右手をついて、左手を指先見ながらぐっと開いていきましょう。お尻と背骨、背中が伸びます。そうです。はい、戻して、お尻引いて、合ってますよ。で、前について、左手を開く。そうです。はい、後ろ。いい姿勢ですね。前、開いて、呼吸をしながら、息を吐きながら開いていきます。はい、後ろに引く。はい、前に。はい、開く。OK。では次ですね、ちょっと背中周り伸ばしていきましょう。両手を前についていただいて、お尻をぐーっと後ろに引いていきます。で、指先を見ていって、体が下を向いて丸くならないように引きます。で、このまま右方向に一歩ずつ、で、左の背中伸ばします。ぐーっと伸ばす。あ、いいですね。はい、OK です。ではもう一度、よいしょ、反対側に行きます。ぐーっと、 OK。 戻しましょう。 OK です。で、次は体を全体的に伸ばしていきます。立っていただいて、両膝曲げて OK なので、両手をしっかりペタッと地面につけていただいてですね、ついた状態から少し膝伸ばして、お尻を上に上げます。で、この状態から半歩ずつ前に進んでいただいて、いけるところまでいきます。で、また肩に戻る。はい、いいですね。で、もう一回いきます。今度手でまた前に行って、半歩ずついきます。で、いったら足で返っていきます。1 1 1。あ、いいですね。そうすると後ろが伸びてくると思います。 OK です。まあ、ストレッチはこのような形でちょっと動かしていきながら、体の血液循環を良くしていきました。で、水分補給はおのおの各自で取っていただいて、自由に全然していただいて構いませんので、水分も補給しながら必ずやっていきましょう。 OK です。はい。で、今日は、体の大きい筋肉の部分、背中ともも周り、下半身ですね、のトレーニングをちょっと一緒にやっていきましょうか。はい。で、一つ目の背中なんですけども、
イメージは背中のトレーニングでは手を握らない。手を握ると体が固まっちゃうので動かしたくても動かせないんですよね。でこうやって力が入るとどうしても肩が上がってくるので、背中を意識してくださいって言うと全然意識できないくなっちゃうんですよ。なので手はリラックスしていきます。まずこれが基本になります。で次は姿勢です。まず膝立ちになっていただいて、このままかかとにお尻をつけるように曲げていきます。そうするとちょっと体が前傾になると思います。そうです、そんな感じです。でペタッとついても最初は構いません。かかとにお尻つけても構わないので、そのまま軽く前傾、斜め前を向くような感じですね。ああ、いいですね。で、このまま万歳します。ああ、そうです。で、このまま肘をまっすぐ下ろしていく。そうです。OK。で、今ちょっとお腹がこう出てしまっているので、イメージ、この辺をもうちょっと倒すようなイメージですね。うん、そうです、そうです、そうです。腰大丈夫ですか？はい。はい。そしたら、ちょっと背中の意識つけましょうか。両手を後ろに回します。で、手を組んでいただいて、体からちょっと離します。そうです。で、人差し指をこう、まっすぐ伸ばしていただいて、伸ばした方向に、ぐーっと後ろに引いてもらっていいですか？そうです。その姿勢です。そうすると背中が、下の方が寄る感じあるの分かります？うん。そのまま、ここの意識を持っていただいて、まず万歳します。そう。で、ちょっと手を開いていただいて、うん。このまま、肘を引く、ぐっと。そうです。で、こういうふうに今手首がなってしまっているので、手首はまっすぐですね。そう。で、万歳。で、ぐっと引いて、2、背中を意識します。手握らないようにしましょう。こんな感じで。軽くパーの。そうです、そうです。もうリラックスして、そう。で、万歳。で、後ろに引く。し、そうです。手を下ろすというよりも、肘を下げていくようなイメージで、ぐっと絞る。そうです。はい、もう一回上げて、5。はい。上げて、6、グッと意識して、目線を斜め前を意識しましょう。7、8、ぐーっと下げて、9、10、5、1、2、OK。今下げたとき、この辺使ってる感じわかります？肘を下げたときに、この背中あたり使ってる感覚わかりますか？なんか腰に来てる感じがする。そうですよね。手を今こう下げちゃってるので、あ、はい、少しこの状態で体がこういう形になってるんですよね。なので、骨盤からここから体をちょっと倒すような感じですね。そのまま倒れてくる。そうですね。ちょっと膝立てましょうか。お尻立てて、そうそう、この状態で万歳してもらっていいか。で、体ちょっと前に倒してもらっていいか。あ、そうです。このままグッと引く。そう。で、万歳して、で、グーッと肘を引く感じですね。真下に肘を引く。グッと。自分の方向に。あ、そうです。そうです。そうです。グーッと。そうすると何となく背中わかりますか？万歳して、もし、ちょっと分かりづらかったらですね、タオルとかを持っていただいて、ハンドタオルみたいなのありますか？フェイスタオルみたいな。あ、OK、OK。あ、ちょっと短いかもしれないな。ちょっと、もうちょい長いのあります？長いの。もう少しだけ。え、じゃあ、これ、そういうのでもいいですか？あ、全然いいです。それがいいです。むしろ。はい。で、それでですね、そのポーズだけやると、上にタオルを持って、このままグッと下げる感じです。そうです。上に行って、グッと肘を引く。
で、その時にタオルをちょっと外に引っ張りながらですね、強く引っ張らなくていいので、ぐーっと引っ張りながら持ってくる。そうです。で、上げて、ぐーっと引っ張る。そうすると背中は分かりますか？分かります。多分こっちの方が分かると思うので、これちょっともう一回やってみましょう。はい、バンザイ。で、下を必ず下向かないようにします。上向いたまま、ぐっと引く。そう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 。1。はい、もう一度。2。あ、いいですね。3。そう。はい、4。はい、5。そう、6。いいですね。7。胸の辺をちょっと上げるようなイメージですね。9。はい、ラスト10。下でキープしましょう。1、2、3、4、締めて、締めて。はい、OK です。なんとなくこの辺、肩甲骨のこの下あたり、なんとなく分かりました？分かりますね。OK、素晴らしい。その感覚、そこが働いてくると、肩甲骨が勝手にこう後ろに下がるので、胸が張りやすくなります。そうすると呼吸も通りやすくなって、そのエネルギーも循環しやすくなりますので、ご自宅にいるときとかに、どうしても前かがみになってしまうので、うん、今みたいなトレーニングを10回とか、1時間に1回ぐらいやるだけでも、体が開いてしまう。そういうのでも OK です。はい。はい、で、次は、この今の姿勢のまま、手を後ろに持ってくる。ぐーっと。親指を上にしていただいて、手のひらは外ですね。そうです。で、こういうふうに顔が突っ込まないように、頭を少し後ろに軽く引いて、顎を引いた状態で、後ろに、そう、で、戻す。前、後ろ、そう、3、あ、いいですね、4、はい、5、6、7、そう、前じゃなくて、ここから後ろにです。体の真横から後ろに。そうです。はい、もう一度。あと3回いきます。1、2、3。OK。そうすると、背中にグッとくると思います。普段の生活の中で、肩よりも腕が前に行くっていうのは多いんですけど、後ろに行くっていうことはほとんどないんですよね。はい。で、肩の関節ってこう、いっぱい動くじゃないですか。でも、この動きばっかりしかしてないと、後ろの認識がなくなってしまうので、後ろに動かそうとしたときに、こういう風になるんですよね。後ろに動かして、どうやって動かしていいか分かんなくなっちゃうので、体を丸くして、手をこのように動かそうとしちゃうので、さっき最初やった時も、体がどんどんどん倒れていくような状態になってしまうんですよ。なので、そういう時は、この肩よりも、肩のラインに手を下ろしていただいて、ここから肘をどれだけ引くかっていう。そうです、そうです。これだけでも、肩が後ろに引かれて、肩甲骨が寄りますので、これだけでも、なので腕振る時も、こうやって振るんじゃなくて、肘が肩よりも下がる。こういう動きをしてあげると非常にいいです。これで振るだけでも全然違います。あとでちょっとやりますけど。そうなんですよ。今こう、どうしても前になるじゃないですか、こうやって。こう振るんじゃなくて、こっから下げる。前で振るんじゃなくて、肩よりも後ろで肘を振るような感じですね。意外と難しいんですよ、これ。ちゃんと振ると。はい。どん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 皆さん前に来ちゃうんで自分がやりやすい方向に来てしまうんですけど、後ろに引く意識を持ってあげるだけでもすごく背中に効きます。はい、ちょっとその辺も意識しながらやっていきましょう。このままでは大丈夫そうですか？あ、はい、 OK です。ではちょっと今度は下半身いきます。スクワットですね。両足を肩幅に広げましょう。で、手は前ならえして胸の前で、そうですね、胸の前で踏みます。で、この状態で足首硬い方は
つま先ちょっと外に30度ぐらい外向けていいので、このままお尻を下げていきます。ああいいですね。で戻します。1、ここから見るとお尻をまず別尻のような形にして、このままダウン、膝がなるべく動いて今ないので、このまま、はい、戻す、1、ダウン、そうです、2で、今この状態からこういうふうに反動で伸ばしちゃってるので、お尻をこのまま下げていって、ここの軸で上がってくる、膝でこう伸びないようにしましょう。関節が痛くなるのはこの反動なので、反動を使わないようにやっていきます。分かって、そうです、はい、上がる、はい、ダウン、あ、いいですね、そう、アップ、今の姿勢良かったです。そのまま続けましょう、ダウン、そう、はい、アップ、はい、ダウン、はい、アップ、はい、ダウン、はい、アップ、もうちょっと頑張りますよ、ダウン、はい、アップ、お腹も使いながら体が前に倒れすぎないようにしっかりキープします。後ろアップ、はい、ラストいきましょう。頑張って、疲れると反動使わないようにぐっと上がって、 OK、 いいですね、いいですね。最初はこうやって膝が中心でこうしゃがんだ時にこういう風になったんですよね。下に行きたいのに前に行って後ろに行くっていう状態だったので、それは今この3つの関節を全部しっかり使ってこのように下がれてたので、最後は、それをすると全体の関節がうまく使えて体が柔らかくなる、プラスうまく連動して動くようになりますので、その意識持って、もう一回、今度は足を2個分ぐらい開いて、この状態で同じように手を前で、お尻を下げていきます。膝の内側に入らないように、親指に体重をかけないように開きながら、そうです、で上がる、1、はい、ダウン、ダウン、ダウン、そう、はい、2、いいですね、はい、ダウン、そう、下げて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 、 OK、 3、ダウン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 、4、ナイス、ダウン、はい、ナイス、5、よいしょ、ダウン、はい、6、よいしょ、ダウン、7、はい、頑張って、ダウンして、あー、ナイス、8、肩に力入れないですよ、はい、ダウン、9、ラスト、ちょっとこのままキープしましょう、1、2、3、4、はい、OK、ナイスです。足を開くと、お尻側と内側のももにちょっと来やすくなります。普通に足の位置を変えるだけで負荷が変わりますので、なんか重りを持つ必要もないですし、ちょっとしたその重心の、まあ、足の位置の変化で体の負荷は変わりますので、こうやってちょっとコントロールしていきましょう。はい。では最後、ちょっと刺激を3分間入れ続ける。まあ、どちらかというとこれ筋肉をつけるというよりも、まあ、アンチエイジングみたいな効果がありますので、細胞を活性化させてエネルギーが回りやすいように、まあ、細胞がエネルギー足りないってなると血液回せっていう、こう反応が起こりますので、そこをちょっと起こしていくような形でやっていきましょう。はい、頑張りましょう。はい。はい。で、ちょっと気になったのが、皆さんの場合は腰が結構反りやすいので、
少しプランクといって体をキープする動きも入れつつやっていきましょう。やることは非常にシンプルです。この状態で四つ這いになります。で、肩の真下に手を持ってきていただいて、で、膝を少し下げます。で、足はベタッと地に足にします。そうです。で、お尻軽く引いて、あ、いいですね。で、このままこの状態をキープして足を後ろに伸ばす。で、上に上げなくていいので真後ろに伸ばすようなイメージですね。あ、いいですね。そうすると今ちょっと一回戻していいですよ。腰をこうやって反っちゃってるんですよ。なので腰反らなくていいので頑張ってこれを上げるんじゃなくて、この状態でキープしてお腹でキープする感じですね。はい、ちょっともう一度やってみましょう。そうです、そうです。で、お腹を少し上に上げてもらっていいですか。今、腰をこう、こういう感じになってるんで、腰をこう反らないようにして、お腹を少しだけ上げる。お腹を天井の方に少し、ちょっとでいいです。意識だけでいいです。そうするとお腹に力が入りやすくなります。ここを上に、お腹をぐーっと上に背骨の方にくっつけていくようなイメージ。息を吐きながら。あ、そうです、そんな感じです。そうするとお腹分かりますか。分かります。これを左右20秒やって、で、次は上座してお尻に行って振る。さっき言ってないですね。ひたすら振る。はい、肘を引く運動ですね。これを20秒やります。で、右足左足、振るっていうのを、20秒ずつやったら1分なので、これを3回やります。手形でやっていきますので、ちょっと一緒にやってみましょう。 OK ですか。では準備しましょう。まず四つ這いになって、腰をこう反らないように気をつけましょうね。こういう風に取りすぎない。では5秒前からいきます。はい、四つ這いになって、足に足にして、はい、右足伸ばす、キープ。そう、お腹を背骨の方にぐっと寄せて、そう、このままキープ。呼吸は止めないですよ。息を吐いて2、1。で、そのまま下ろして反対の足伸ばします。そうです。腰反らないですよ。足上げすぎない。そうです。お腹意識。2、1。はい、そのまま上向きになって正座になって振ります。振る振る振る。そうそうです、そうそうです。で、ここから丸くならないように前を向いて胸を上げていきます。1、1、1、1。なるべく早く1、1、1。そう、いいですね。1、1、1、1、1。はい、 OK。 ではまた戻って右足を伸ばす。あ、いいですね。お腹をもうちょっと背骨の方に近づけるイメージでへこませていくと、お腹に刺激入りやすくなります。息を吐きながら、あ、ナイスステップ。はい、戻して反対に左足伸ばします。そう、また元に戻って振ります。1、1、1、1。そうそう、ナイス。1、1、1、1。後ろに振って、そう、1、1、1、1。振る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 。はい、こうやって顎上げないように、ナイス。1、1、1、1、1。はい、 OK。 もう手出すです。四つ這いになって右足伸ばす。 OK。 左足に足にします。はい、戻して左足伸ばす。そして、その前に気をつけましょう。
OK、そう、大丈夫ですよ。お腹はい、ラスト、止めてください。で、振ります。1、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 
いいですね。よっせー。ゴー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 。はい、オッケー。オッケーです。なかなか背中、こう腕を振るってことをやらないと思うので、まあこのように最後はちょっと追い込みながらトレーニングをしていきました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。で、最後にやったとしっかりケア、クールダウンですね、やっていきますので、うん、ちょっと水分補給しながら全然やってこないので、いきましょう。はい、では長座をします。で、両手を横についていただいて、お尻を引いて、このような形ですね。で、膝の上に手を当てる。で、指で足をこう伝いながら、いけるところまで伝っていって、で、このまま丸くならないように、ちょっと遠くを見ながら、ぐーっと伸ばしていきます。そうすると、裏が全体的に伸びていくと思います。丸くなると首とかしまうので、遠く指先を見ながら、ぐーっと伸ばしていきますと、はい、オッケー。では、足を広げます。後ろですね、両手を後ろについて、ちょっと立てます。で、この状態で、右手を左のつま先に向けて、ぐーっと倒す。で、今、こうやって出すってるので、右手を遠くから持ってって、そうすると、この脇も伸びてきます。いいですね。で、鼻で吸って、口から吐いて、吐いた時にちょっと頑張って伸ばしていきます。はい、OK。この反対ですね。左手でぐーっと、つま先に向かって、ぐーっと持っていきます。はい、OK です。で、次ちょっと、足前に伸ばしていきましょう。ももの前ですね。横向きで寝ていただいて、こんな感じで寝ちゃいます。で、両膝曲げた状態から後ろに引きます。そして右手で自分の足首持っていただきます。大丈夫ですか。で、そのまま膝を後ろにぐっと引きます。そうです。で、腰が反らないように楽にしていただいて、頭もつけちゃっていいですよ。膝を引くと腿の前が伸びるの分かりますか？ OK。 はい、結構です。では反対いきましょう。横向きで寝ます。で、膝を曲げて一回引きます。で、左足を曲げ、足首持ってちょっと右足前に出します。そうです。で、膝を後ろにぐーっと引いていきましょう。頭をつけて OK です。はい、 OK。 吐きながりましょう。今ちょっとストレッチ見させていただいたときに、右のもも、右足ですね、右のももがちょっと伸びが反対側に比べて硬さが目立ったので、同じ今は、まあ、同じようにストレッチしましたけど、ご自身でやるときは右足を多くやったりとか、そのままご一緒させていたときにそこをちょっと重心にやっていきましょう。そうすると左右で同じように伸ばしてると左右差ってなかなか取れていかないので、硬い方をちょっと多めにやるだけでも変わってきますので、はい、ちょっとそういう意識でやってみてください。はい、はい、今日は朝早い中ご参加ありがとうございました。ありがとうございました。はい、で、結局一瞬で免疫上がるっていうのはまずほぼ不可能なので、はい、うん、継続して
体に刺激を入れていく。そうすると反応が起こる、その反応の一つが免疫反応になるので、あの刺激がないと反応起こらないんですよ。なので継続してあのやっていくっていうのが非常に大事になりますので、まあ、あのお時間あるときはぜひまたご参加よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。